どういうふうにして M&A 実際実現できたんですか？我々はもうゲームセンターは絶対に戻るっていうふうにすごく信じていたので、すごく背伸びの M&A だったので、資金調達っていうのがすごくキーになりまして、その時にたくさん金融機関紹介していただいたりとか、どうしても足りなかったイクイティのところをすごく短期間でまとめていただいたりとかっていう意味ですごくサポートをいただきました。ミダスキャピタルは何の会社なんでしょうか？自分たちのことを全く新しい形の企業群というふうに位置づけています。企業群としてお迎えした会社に対して基本的には超長期で投資と経営をコミットしていく。ミダスキャピタルの投資第1号案件バイセルテクノロジーだと思いますけど、何が一番変わった点ですか？人の面ですね。一社単独ではなかなか採用できないような人材っていうものがこのミダスキャピタルの企業群でいるということでできているのかなというふうに思います。皆さんこんにちは。トップランナーを招いて今注目すべき企業の最新の取り組みをインタビューを通して掘り下げていく番組 &Questions の始まりです。今回はスタートアップ冬の時代、新しい打ち手とはをテーマにミダスキャピタルの提供でお送りします。スタートアップに冬の時代が到来していると言われる中で、短期間で IPO や事業拡大で成長を遂げたスタートアップ企業の成長戦略とは、いくつかのキーワードを軸に深掘りをし、具体的なアクションプランを探っていきます。それではミダスキャピタルの&クエスチョンズスタートです。それでは本日のゲストをご紹介します。まずはミダスキャピタル取締役パートナー寺田修介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。寺田さんのプロフィールですけども、シティグループ証券で株式調査業務や財務アドバイザリー業務を経験後、2016年に株式会社次元に入社、取締役執行役員 CFO として経営企画ですとか財務戦略を統括されたということですね。そして2020年7月から現職のミダスキャピタル取締役パートナーに就任されたということで、本日はどうぞよろしくお願いいたします。続いてジェンダ代表取締役社長新米さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新米さんはゴールドマンサックス証券で金融法人営業部ですとか金融商品開発部などを歴任されて、2018年にマネージングディレクターに昇進されたということですね。そして同年ですが共同でジェンダを創業し、2019年6月から現職であるということですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして続いてがバイセルテクノロジーズ代表取締役社長兼 CEO の岩田恭平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩田さんは博報堂を経て2014年にマーケティングコンサルティング会社アウル現エイビックを創業されて、その後2016年にバイセルテクノロジーズの取締役として参画されたということですね。で翌年には社長兼 CEO に就任、2019年には東証マザーズ上場を達成されたということです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まず寺田さんに伺いたいんですけども、ミダスキャピタルは何の会社なんでしょうか？我々のミダスキャピタルと申しまして、自分たちのことを全く新しい形の企業群というふうに位置づけています。でこの企業群としてですね、世界に冠たる企業群を作るっていうビジョンを掲げておりまして、このビジョンを達成するため、近づいていくための手段として、今ビジネスとしてはプライベートエクイティファンドというのを経営しています。いくつかですね、企業群を作っていくためのファンドということで、通常のファンドさんにはないような特徴っていうのを持っています。例えば一つ目として、いろんな人材がですね結集して集まっている企業群です。事業家、企業家、経営者であったりとかテクノロジー系の人材っていうのが集って、多様性のある組織でですね、この企業群の運営経営っていうのをやっています。また大きく二つ目として、この世界に冠たる企業群というビジョンをですね本気で追いかけていこうとすると、超長期で物事を考えていくってことが大切になってくると思っています。ですので我々は今ファンドをですね完全自己資本で運用をしています。一度投資した会社、企業群としてお迎えした会社に対して、基本的には超長期で投資と経営をコミットしていくということ、およびそれを継続的にグロースをしていくためのですね、さまざまな人材の取り組みであったりとかグロース支援の取り組みっていうのを行っている組織になっています。寺田さんということで、ミダスキャピタルとしては支援している経営者の方々ということですね。はい、そうですね。はい、バイセルテクノロジーズ、ジェンダーともにミダスキャピタルのファンドが筆頭株主になっておりまして、我々基本的にはグロース
ロース企業に対して投資をさせていただいていまして、今14社の上場グロース企業およびスタートアップの筆頭株主、経営株主をさせていただいています。どうですか、そのコミュニケーションの頻度というと、お三方でコミュニケーションを取ることっていうのは結構あるんですか？昨日も一緒にいたりとか、はい、これは、月に1回社長会っていうのをやっておりまして、はい、ミナスキャピタルの企業群の、経営者の皆さんとミナスキャピタルとで定期的に、情報の共有であったりとか、いろんな勉強会っていうのをさせていただいていて、ちょうど昨日終わりまして、はい、島井さん、やはりそういう、コミュニケーションを取れる機会っていうのは、経営者としてもとてもこうメリットというかサポートを受けているなという時間。そうですね、ジェンダも創業で今5年になるんですけども、やはりその創業したての時は人を採用するのとか、あとは金融機関との付き合いってなかなか難しい、なのでその時にすごくやっぱり支援をしてもらっていて、今でも人を採用する時なんかにたくさんご紹介いただいたりとかっていう形でたくさんサポートしてもらってます。岩田さん、いかがですか？昨日も社長会っていう形だったんですけれども、その後実は残って新米とは話をしてたんですけれども、今度ジェンダが晴れて IP をしていくということで、上場企業として IR っていう投資家とのリレーションをどういうふうに作るのかっていう、業務が始まるんですね。そこに対して、バイセルは上場企業ですので、これまでやってきた失敗だとか成功だとかっていうのをお伝えしてですね、ミダス企業群として、総合扶助というかですね、切磋琢磨しながらやっているという形です。ではですね、早速ですけども、今回ご用意したキーワードこちらです。7つ用意しています。冬の時代、企業群第1号、企業 M&A、 海外進出、日本のスタートアップという7つキーワードを挙げています。では早速ですけども、まず1つ目ですね、スタートアップにとっての冬の時代と言われてますけども、資金調達環境も変わってきているかと思います。寺田さんにまず伺いたいんですけども、この冬の時代、ファンド側からはどのように見てますか？例えば2022年の資金調達額って全体で8700億円だったんですけれども、これ2021年を上回って過去最大なんですよね。で、加えて日本政府ってスタートアップ育成5カ年計画っていうのを出していて、今8000億円くらいのスタートアップへの投資額っていうのを2027年に10兆円にするぞっていう目標を掲げられていますと。なので、こう、資金の供給自体は今現時点においてもそれなりにありますし、今後さらに潤沢になっていくっていうことで、日本のスタートアップっていうのが成長産業であるっていうことに疑いの余地はあんまりないのかなと思っています。ではなぜこう冬の時代と呼ばれるかっていう話なんですけれども、これはひとえにやや高騰しすぎたバリュエーションの揺り戻しっていうのが起きているのかなというふうに思っています。非常にこう流動性が過剰だった中で、高いバリュエーションで資金調達をしたスタートアップっていうのがいくつかある中で、いざこうパブリックなマーケットに出ていって、いろんな上場企業の投資家と話をしていく中で、少しバリエーションが高すぎるっていうことで、例えば上場承認が下りた後に IPO が中止になったりですとか、上場はできたんだけれども未上場の時についていた企業価値よりもだいぶ低いバリエーションでのデビューになってしまったりっていうことで、IPO のこうマーケットにおいてより投資家の方々の目線がシビアになったというよりかは現実的に戻ったっていう中で、そういう一部のですね、ところに対しては、確かに冬の時代なのかもしれないなというふうに認識しています。島井さんは起業家からして、この冬の時代っていうのはどのように見てますか？環境全体で見てもやっぱりこう日本はまだ金融緩和的な状態にあって、リスクマネーもふんだんにありますし、あとはこの直近でデッドによる調達っていうのもだんだんそのできるようになってきてるっていう意味では追い風の部分もありますし、私自身はあまりこう冬の時代の煽りを受けてるっていう感じは全くなくて、むしろ投資家がいろんな会社を見たいと思ってるフェーズになって、よりなんかより良い環境になってるかなと思ってます。そうですか。そのスタートアップから、まさにこのシードからですね、成長するの厳しい環境っていうところもあるかと思うんですけども、ミダスキャピタルからこの急成長を実現するスタートアップ企業が生まれている背景、ここを詳しく伺いたいんですけども、もちろんこうスタートアップですので、全てが全てうまくいくっていうことはなくて、うまくいったりいかなかったりすると思うんですけれども、うまくいく確率を上げるために必要なことっていうのはいくつかあると思っています。例えば一つ目として、やはりスケールをする事業領域を選んで、そこに
経営者がアドレスをしていくことおよびその事業領域の中でやりきっていくっていうことが一つ目かなと思います。で、二つ目はとにかく強い経営体制をチームアップする、まあ、優秀な方でこっちもチームを作っていくということ。で、最後三つ目ができるだけ長期で本質的に企業価値を高める取り組みに集中をしていくっていうこと。この3点をミダスキャピタルとして仕組みとして工夫をして今取り組んでいるところでして、はい、まあ、それが一定ワークした投資先の企業群の方々に関しては大きくグロースいただいているのかなと思っています。人材もその支援先に送ったりするんですか？ミダスキャピタルから派遣であったりとか出向という形ではなくて、あくまで我々がアクセス可能なタレントプールの方々っていうのを、まあ、ワイセルテクノロジーズだったりとかジェンダーに対してそれぞれご紹介をして、あくまで各投資先の独立した意思決定でその方をこう採用するかしないかであったり仲間に迎え入れるかってことを決めていただいています。で、主にこの独自のタレントプールを作っていくために2つの取り組みをしています。一つがいわゆるリファラル採用と呼ばれているものでして、まあ、やはりこう優秀な方の周りにはより優秀な方っていうのが多く集まりやすいのかなという仮説のもとですね、ミダスキャピタルの役職員であったりとか、まあ、岩田さん、新さんはじめとする投資先の経営陣の方々に転職意欲等を全く問わないので、うんうん、とにかくこれまで一緒に働いたことのある方であったりとか、まあ非常にこう気心の知れたというか人間的に信頼関係のある方で優秀な方、傑出したビジネスパーソンの方っていうのをご紹介してくださいというお願いをしていて、それをまあ社内のシステムで全部リスト化をしています。加えてファンドとしてはかなり珍しいと思うんですけれども、まあ、定期的にですね、若手向けであったりとか、テック系のこうエンジニアの方向けにキャリアイベントのようなものっていうのを開催をしていまして、まあ、これらの取り組みによってだいたい今3000名くらいのですね、タレントプールに対してアクセスが可能な状況になっていて、まあ、そこに対して、それぞれ投資先からですね、例えば CFO を採用したいであったりとか、うん、CTO を新たに迎え入れたいっていうニーズを我々の方でキャッチをしまして、うん、そのニーズに合うような方々っていうのをご紹介をして何名かお会いいただいて、そこから強い経営体制をチームアップしていくということをやっています。プライベートエクイティファンドだと思うんですけど、やはりその一番強みはその成長の、まあ、そのスピード感というところですか？スピード感ももちろんあると思いますけれども、はい、まあ、イメージとしてはこうご支援させていただく幅とその長さ、はい、深さなのかなというふうに思っています。それこそバイセルテクノロジーズに関しても、はい、ミダスキャピタルにとっての1号案件だったんですけれども、2017年に投資をさせていただいて、その後2019年に IPO を果たされています。まあ、通常ですとこう IPO したタイミングで全て売却するファンドが多いと思うんですけれども、我々はそういうことがしたいわけではなくて、IPO 後もですね、M&A であったりとかファイナンスであったりとか、ビジネスのグロースに対して経営株主として伴走させていただいて、まあ、結果的に IPO してからバイセルテクノロジーズ、業績的にも企業価値的にも何倍にもなっていますけれども、そこを一緒にこう作っていくということをしています。今お話ありましたけど、まさにそのミダスキャピタルの投資第1号案件、バイセルテクノロジーだと思いますけども。はい、岩田さん、改めてこのどのような経緯でこの投資を受けることになったのか伺ってもよろしいですか？はい、私はもともと2016年の4月ぐらいからですね、このバイセルテクノロジーズ のマーケティングコンサルを外部からの立場で支援していたんですね。で、その後2016年の10月に、まあ、取締役としてジョインするわけなんですけれども、そこから1年後にですね、当時の創業社長がですね、まあ、この会社を売却したいという形になりまして、であればということでミダスキャピタルと共同でこの会社を M&A して CEO に就任したっていうまず経緯があります。はいはい、でこれがまあ第1号って言ってることなんですけれども、私とミダスキャピタルで M&A してからですね、2年3ヶ月後に IPO まで持って行っています。うん、で、まあ、そこに至る過程なんですけれども、やはり、私としても IPO のプロセスっていうのは人生で初めての経験だったので、はい、ミダスキャピタルの、まあ、豊富な IPO に対する知見であるとか、うん、証券マーケットに対する知見、まあ、こういったものをふんだんにインストール していただいてですね、まあ、それで守備よく IPO ができたという形です。で、 IPO 後に関しましても、やはり、資本市場とのコミュニケーション、先ほどもちょっとちらっと言ったんですけども、やっぱ IR っていう特殊な業務が出てくるんですけれども、うん、まあ、ここに対してですね、もちろんこれも人生初経験なんで、はい、どうやって言っていいのかわからないっていうところを、うん、やはりこうミダスキャピタルの知見であるとかプロパティ、こういったものを活用させていただきながら証券市場の中で、まあ、なんとかですね、投資家様に認められるような銘柄に育ててこれているのかなというふうに考えています。はあ、今もいくつかお話ありましたけど、何が一番変わった点ですか？先ほども話にあったんですけれども、はい、人の面
ですね。バイセルテクノロジーの CTO に今村という人間がいますけれども、もともとですね、あの ZOZO テクノロジーズさん、はい、まあ、日本を代表する IT ベンチャーだと思うんですけれども、そこの400名ほどのテック組織のトップ、CTO をされてた方がですね、当時10名ぐらいの、エンジニア組織のトップに、はい、あのジョインくださったんですね。やはりその出会いのきっかけはミダスキャピタル経由で、あの会わせていただいて、でバイセル一社単体での構想というよりは、そのミダスキャピタルとして企業群で1兆10兆100兆の企業価値を作っていくんだっていう、うん、まあ、そこのビジョンに惹かれて今村もジョインしてくれたっていう経緯があって、まあ、そういった面ではやはりあの一社単独ではなかなか採用できないような人材っていうものが、このミダスキャピタルの企業群でいるということでできているのかなというふうに思います。寺田さん、その投資家の観点から見るとバイセルはどこにその魅力を感じたんですか？バイセルテクノロジーズが今投資家からですね、魅力を感じていただいている背景っていうのはいくつかあると思うんですけれども、はい、ワンセンテンスで申し上げると、上場企業としての成長の実績とその再現性およびマーケットの大きさだと思っています。成長のこう実績のところで申しますと、まあ、岩田社長をはじめとするですね、こうデータドリブンでとにかく経営をしていくっていうところ、まあ、そこに対して今あのご紹介もあった CTO の今村さんも入られて、まあ、よりパワーアップしてですね、まあ、地道にコツコツこのリユースの業界の中で事業をグロースしてきているっていう点、それから M&A を積極的にバイセルに関しては実行していて、はい、まあ、実際過去に仲間にこうグループになっていただいた会社が今大きくグロースをしていくということで、これらをですねしっかりとあの定量的定性的に対外的な説明としてまとめてですね、かつこれがいかに再現性があるかっていうところを丁寧にコミュニケーションしているっていうことかなと思います。一方であのどんなにこう再現性のある成長戦略であったりとか戦術っていうのがあったとしても、マーケットの上限が小さい、まあ、いわゆる非常にニッチなビジネスをやっていると、どこかで成長の天井が来てしまうっていうふうに投資家からも見えると思うんですけれども、リユース業界っていうのはそもそも市場規模として3兆円ぐらいですね、はい、でさらには顕在化していないこういわゆる隠れ資産みたいなものっていうのが、まあ、日本のこうお家の中に40兆円以上眠ってるっていうふうに言われていて、まあ、非常にこう大きなマーケットに対して、まあ、確たる勝ち筋を持ってやっているっていうこと、およびそれをしっかりコミュニケーションできているっていうことが、投資家の方から高く評価いただいている背景かなと思っています。あと起業というところでお話を移したいんですけども、新米さん以前あのゴールドマンサックスで働かれていて、そこからまあキャリアピボットという形で起業されたわけですけども、簡単にあの経緯を伺ってもよろしいですか？そうですね、私、はい、あのジェンダの前はゴールドマンサックスに新卒からあの11年勤めてたんですけども、こう一つのキャリアでまっすぐ一本道で行くよりは何かこう変化とかチャレンジとかってしていきたいなってことを漠然と思い始めて、でそこから起業家とあったりとか投資家とあったりこう、まあ、ビジネスプランを作ったりっていう期間が1年ぐらいあって、その時に私のジェンダの共同創業者である片岡にあの会ったんですね。で、はい、その出会いのきっかけっていうのがそのミダスキャプテンの代表 の吉村さんっていう方がつないでくださったんですけど、その片岡に出会うまでって、私起業の話をしてたのって自分と似た経歴 の金融とかコンサルティングとか の出身の人だったんですけども、なんか自分と似てる人とやるよりもこれぐらい違う経歴の人で、あの性別も違うし、あの年も一回り違って、で経歴もまあずっとこうアミューズメントにいて、私はずっと金融でって、これぐらい違う人とやった方がなんか絶対面白いし、こう事業としての広がりもあるんじゃないかなってことをすごいなんかその瞬間なんていうか天命のようにこうビビッときまして、はい、会ったその日にすごい意気投合して、じゃあなんか一緒にやろうよって決めたんですよね、はい、それがあのきっかけでした。なんですか、こう結構ハードシングスというか大変なとこもあったんじゃないですか？それはもちろんあってですね、はい、だって私たちあの事業を始めたのが2018年なので、コロナ禍の中であのゲームセンターって2ヶ月丸々お店が閉まっていたので、その時我々がしてたビジネスっていうのは、我々がゲーム機を買ってあのゲームセンターにお貸ししてレベニューシェアであの売上を取るっていうことをしていたので、その2ヶ月売上がほぼゼロになって、うんうん、やっぱその時はなんか会社ってこういう風に潰れるんだなってすごく思って、でもそれを乗り越えて今、そうですね、まあ、幸いなことにやっぱり政府がねコロナ の、はい、あの苦しんでる企業にいろんなことをしてくださったので、あの、まあ、制度融資みたいな形で首の皮一枚つながって、でそのタイミングであのセガサミグループから、うん、あのセガのゲームセンターを譲り受けるってお話をいただいて、はい、あのまあ、そこでこうなんていうかギリギリ生き残って、そこからこう、まあ、大きな
ステップアップできたっていう。ということですよね、はい、ミダスキャピタルとしてはどのような支援を行ってきたんですか。そうですね、まさに今新さんがおっしゃっていたセガエンターテインメント様を、セガサミホールディングス様から譲り受けさせていただいた際の、全面的にファイナンスの支援っていうのは実行いたしました、はい、まずデッドサイドを負債のところに関しては、金融機関の方々をご紹介したりですとか、一緒になってこう資金繰りの計画というかキャッシュフローの計画っていうのを作り上げてコミュニケーションも取らせていただきましたし、デッドだけではなくてエクイティでの調達っていうのも必要な局面でしたので、タイトなこともあってですね、外部からお金を集めるというよりは、我々内部でミダスキャピタル G ファンドというですね、12億円ファンドを中で組成をして、そちらでエクイティとしてニューマネーを出資させていただいてってことを当時いたしました。先ほど人の話もありましたけど、その投資以外での支援というのも行ってたりするんですか。まず第一にやはり人のところかなとは、思います。先ほど前私もおっしゃってましたけれども、なかなか一社でですね、優秀なタレントをアトラクトするっていうのはハードルが高い、そもそも出会えなかったりすると思うんですけれども、我々のこう3000名のタレントプールから、ジェンダーに対してもご紹介をさせていただいて、出会いを、設けて、さらにこう企業群全体を面白がっていただいて、ジョインしたりっていう形が あったかなと思います。ジェンダーの今取締役にいらっしゃる佐藤雄三さんって、私が紹介したんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、素晴らしい方がいるからってことでご紹介いただいて、なんか、いろんなアドバイスをいただく中で、関係が深まって、今はうちに取締役として参加してくださっていてっていう。そうなんです、はい、やっぱそのネットワークがこう強固にあるからこそ、なんか信頼してる方を、信頼してる人にちゃんと紹介できるっていう。確かにそういう意味でも本当に人の支援とかも含めて、ネットワーキングですとか、そのファイナンスの面っていうところも含めてサポートしてきてるということですよね、で加えて、あとその M&A に関しても詳しく伺いたいんですけども、バイセル、ジェンダーともに成長過程で M&A 戦略的に活用されてきたと思います。 M&A という戦略オプションですと、大企業でも必ずしもうまくいくとは限らないと思うんですけど、スタートアップも M&A を、繰り返すっていうのは決して簡単ではないかなっていうふうに思うんですが、そのバイセルさんですと、どういうふうに M&A を行っていたんですか。はい、バイセルの場合は、大きな M&A が上場後に2回ありまして、2020年に今の現株式会社タイムレスっていう事業子会社を M&A しています。で去年の秋にですね、株式会社49っていう事業子会社を M&A しています。バイセルテクノロジーズ自体は、リユース企業なんですけれども、出張訪問でご自宅に商品を査定買取に伺うんですけれども、タイムレスっていう企業は何やってたかっていうと、古物のブランドバッグとか、あとはジュエリー時計のオークションを主にやっていて、商品の仕入れっていうのは百貨店デパートにこう買い取りサロンみたいなのを設けてですね、そこに来訪されるお客様から買ってたんですよ、はい、なんでバイセル と、事業領域が被ってないんですよね、はい、で去年 M&A した49という会社は今全国に、200店舗のフランチャイズの店舗買い取りショップ と、はい、あとは直営の20店舗ぐらいの買い取りショップやっていて、ロードサイドに訪れるお客様から商品を査定買い取りしてるんですよね、はい、でここも仕入れチャンネルが我々被ってないというところで M&A させていただきました、はい、ただやっぱり M&A するためにはいくつかハードルも多分あるんだと思うんです。それはまずは一つはファイナンスっていう面で、はい、その軍資金をどうするのかっていうところと、あとは買った後にですね、買って足し算の M&A ではなくて、やっぱりその買った事業もちゃんとグロースさせていくっていう、そこの過程をどういうふうにやっていくのっていうところがやっぱハードルなのかなというふうに思ってます、はい、でこれさえうまくいけば M&A って経営オプションとしては非常に強力かなというふうに私は経験上はすごい考えてます、スタートアップがM&A を繰り返していくっていうところがかなりハードル高いんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、実際にこううまく活用されてるっていうことですか。特に我々がやってるリユース産業っていうのは、はい、やっぱり金プラチナ買い取りとか、ブランド品買い取りみたい なんか5店舗経営してますみたいな、はい、でも利益は1億円出てますとかっていう人たちが結構ブワーっているんですね、なんでもともとこれ M&A っていう経営手法でロールアップをして連結グループの売上利益を伸ばしていくってことが絶対にできると思ってたんですよね。で多分ジェンダさんも同じようにそのアミューズメント業界の中で、おそらく我々であれば
こううまくロールアップしながらグロースしていくってことができるというふうに思われてるんですよね。あのアミューズメント産業も割とキャッシュフローの出るビジネスなので、あの小さい事業者さんがかなり多くいて、あのトップ5社でも市場占有率がまだ 40% ぐらいの結構こう散らばってるあの市場なので、対象とする会社も数多くありますし、あとはあの事業承継のタイミングを迎えてるような会社さんも、あの多分あのこう時代の流れとしてありそうなので、しっかりそこの受け皿になっていきたいと思ってます。で、あのうまくやっていくためにこう社内で M&A をきちんとエグゼキューションしていくような体制っていうのをあのすごく意識して作ってきてまして、基本的にビジネス DD は社内でやってたりですとか、あとはそのファイナンスもあのすごくなんていうかすごくあの一生懸命取り組んでまして、今の我々の事業の状況を説明もしてますし、あのなんかどういうタイミングでどういう取引をやっていくと次の取引につながっていくかということもすごくまめにあのやって、あの次の M&A にこういいファイナンスができるようにっていうのをあのやっていってます。そうですよね、まあ、M&A するのがゴールじゃないですもん ね、 そ、 うですね、その後の方が重要ですもんね。すごく面白い話を以前聞いたんですけど、まさにジェンダの片岡会長が、はい、セガエンターテインメント M&A した後に直筆サインの手紙を書いて、その当時我々の規模に比べてセガエンターテインメントの方が圧倒的に売り上げ大きいっていう状態だったので、皆さんにこう士気高く新しいこうグループの中でやっていただくっていうことがすごく大事だったので、そういうことをね丁寧にやってきました。新村さん、今お話しあったそのセガの話ですけど、これはどういうふうにしてM&A 実際実現できたんですか？2020年の、まあ、コロナ禍真っ只中という時に、セガサミーグループの経営陣の方から、はい、ご連絡をいただいて、で、まあ、その当時って本当にゲームセンターの先行きがどうなるかってみんなわからないっていう、うん、あの環境だったと思うんですけども、我々はもうゲームセンターは絶対に戻るっていうふうにすごく信じていたので、ぜひっていうことでお話をさせていただいて、でも我々にとってはすごく背伸びの M&A だったので、まあ、資金調達っていうのがすごくキーになりまして、うんうんうん、その時にたくさん金融機関紹介していただいたりとか、どうしても足りなかったイクイティのところをすごく短期間でまとめていただいたりとかっていう意味ですごくサポートをいただきました。確かに。で、買収がもうすぐに黒字化達成っていうことですよね、はいはいはい、これはどういうふうにして黒字化に？そうですね、我々人件費のところには一切手をつけなかったんですけども、それ以外にもコストカットできる可能性あるところいっぱいあるんじゃないかっていうことで、もうそういうの一つずつ物流コストですとかそういうものを一個一個削減していって、でゲームセンターってお店を構えているので固定費がすごく大きくって限界利益率が高いっていうモデルなので、固定費を下げるっていうことがまず一番最初にできることかなと思ってそこから取り組みました。そんな中でジェンダー海外進出も、はいはい、積極的に行っていると思います、はい、今後そのグローバル展開に力を入れていこうと思われますか？日本国内もですけども、ゲームセンター非常に伸びていて、その背景にあるのが日本のアニメ人気すごいじゃないですか、うん、みんなこうネットフリックスとかですっごいアニメ見てると思うんですけども、やっぱそれが背景にあって、これは日本だけじゃなくてその他の地域でも同じように起こっていること で日本でもクレーンゲーム非常に人気なんですけれども、それを海外に持っていくことですごく支持をいただいてるなっていう実感があるので、海外もしっかり頑張っていきたいと思います。素人の質問なんですけど、はい、ゲームセンターって海外って、はい、そういう文化ってあんまりないんですよね？もともとゲームセンター自体のカルチャーは日本のカルチャーで、はい、そうですよね。でそれ以外の地域でももちろんありまして、一つにはその私の共同紹介者の片岡がイオンファンタジーで東南アジア中国含めてすごくたくさん出展をしてきたので、はい、現地の事業者さんも増えてっていう感じで育ってきてる部分もありますし、あとは北米でいうとまだラウンドワンさんがこうフロンティアを開拓してるっていうようなところなんですけども、まだホワイトスペースかなりあると思っているので進出していきたいなと思ってます。確かに寺田さん、そういう意味ではマーケットも大きいしポテンシャルもあるしっていう、楽しみですね。マーケットの大きさであったりとか、はい、これまでの成功の再現性っていう観点でいうと、
まあ、M&A をとにかくもともとジェンダー創業期から積極的にやられていて、まあ、セガエンターテインメントが非常にシンボリックな、うん一件になりましたけれども、それ以前にも それほどの規模ではないものを含めて、はいはい、もう大小合わせて12件ほど、ねはいはい、マンデーされていて、これってやっぱりこのアミューズメントの業界であったりとか、はい、ジェンダーの中にいるチームであったりとか、まあ、ソーシングのルートって、まあ、未来においてもですね必ず再現できていくものかなというふうには思っていますので、はい、そのグロスに対して、まあ、しっかり支援をしていきたいなと思っています。素朴な疑問なんですけど、じゃあ例えば我々スタートアップももっともっと成長したい、スケールしたい、三田さんお願いします、こう力を貸してくださいって言って力を貸してくれるもんなんですか？ウェルカムでしょ。そうです、はい、そうなんですか。それ どこを見るんですか？実は我々ミダスキャピタル、ミダス企業群というのは、はい、いろんな経緯というかいろんなやり方で参画いただいています。例えばバイセルテクノロジーズに関してはもともとのオーナー経営者の方からいわゆるバイアウトという形で現金対価で株式を取得しています。でジェンダに関しては、創業当初からですね、まあ、片岡さんであったりとか新さんとともに共同創業という形で01で会社を一緒に立ち上げています。でこの他にも例えば昨年 IPO を果たした ABIC という会社がございますけれども、はい、ABIC というのはもともと実質的な創業者である市原さんという方がほとんどの株式を保有されていたんですけれども、その保有されている株式っていうのをミダスキャピタルが作ったファンドにですね現物出資をしていただいて、これオーナーファンドって呼ばれている仕組みなんですけれども、企業部に参画いただいたりしています。ですのでまあ、いろんなこうステージであったりとかサイズに応じてですね我々としてさまざまな企業部に対してのこうジョインの仕方っていうのをご用意していますので、はい、ぜひお気軽にお焼きいただければ、はい、では改めて最後にですね、今日のセッションを通じて日本のスタートアップを成長促進させるために何が必要か、それぞれ伺っていきます。まず岩田さんからお願いします。暑苦しい夏に恐縮なんですけれども、闘魂、闘魂、はい、やっぱりこの今39歳になって10年間スタートアップ経営というものに携わってきたんですけれども、やっぱりいい時ばっかりじゃないし、うん、1円でも多く着金させるっていう、自分の口座に着金させるってことが本当に難しいなって思う局面が何度もありました。まあ、なのでそういった時に闘魂、スピリッツっていうものが非常に重要なのかなっていうふうに思ってます。すごくスタートアップの環境が、まあ、10年前から比べると良くなってきていて、多くのチャレンジがあるんだと思うんですけれども、一つ一つがもっと高い温度で、うん、突っ走れればですね、必ず日本のスタートアップ産業良くなっていくんじゃないかなというふうに思っています。新米さんお願いします。あなたの一歩と書きました、はい、やっぱりビジネスって人だっていうふうにすごく思っていて、なのでこうスタートアップ、まあ、業界全体に優秀な人が入ってくることがスタートアップ自体を成長させる大きなこうドライバーになると思っていて、なのでこれをご覧になっているあなたの一歩がスタートアップの日本のスタートアップ界を盛り上げていくんじゃないかなと思っております。ということですね。ありがとうございます。最後に寺田さんお願いします。はい、経営人材の流動化と書かせていただきました、はい、エモーショナルなお二人に比べて感じが多くて恐縮なんですけども、やはり冒頭でも申し上げた通り、スタートアップ、まあ、冬の時代というふうに最初ありましたけれども、実際には資金の供給っていうのは非常に豊富ですし、まあ、我々のようなミダスキャピタルのようなですね、ファンドであったりとか、まあ、組織も含めてスタートアップを支援する、まあ、業界であったりとかっていうのは非常に盛り上がってると思っています。でとにかく圧倒的に足りないのはもうスタートアップの数であったりとか、そこにチャレンジいただく、企業家経営者の方々なのかなと思っていまして、いろんな企業であったりとか、組織からですね多くの人が流動化していって、スタートアップに飛び込んでいただくことっていうのが、まあ、産業全体盛り上げていくために必要なのかなというふうに考えています。分かりました。皆さん本日は本当に貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。